思いがちなのでね、だからたまにでいいので思い出していただいて、でもしお時間がある方はぜひ熊本の方に足を運んでいただけたら嬉しいなって思います。なんか安いらしいですよ今、復興割引とか言って、うん、あの飛行機もなんか宿泊代もなんか安くなったりするのがあるらしいのでね、ぜひ、調べて行ってみていただけたらと思います。それで、新曲の秋燕のカップリング曲、満天の星という曲なんですけれども、この曲は本当にあの熊本に向けてと言いますかね、あの、まあ、熊本に向けてというかもう歌を聴いてくださる皆さんにいろんなことあるけれども頑張っていこうねっていうような応援歌になりました。で満天の星っていうことで、私はその熊本の阿蘇山、ご存知ですか、世界一のカルデラね、阿蘇山があって、阿蘇山に学生の頃キャンプに行ってたんですね。その時に見た星空をな思い出しながらレコーディングをしました。それでは秋燕のカップリング曲です。満天の星、聴いてください。